上佐氏は、坂東八平氏の一つで、上佐、下宇佐に、広大な領地を有し、東国一の勢力を誇ったが、その力を恐れた、源の頼朝によって粛清された。平城町の死後、その長男の佐賀常家が、上佐健賢助の地位を世襲したが、死死を残さず死去したため、後帝の常春が養子となる形で上佐助の地位と、先祖代々の下宇佐国葬魔軍を有し、 相馬五郎と名乗った。これが、かず氏の始まりである。なお、常家の自定の常ねは、千葉大部と合し、この系統が、千葉市となり、ここに、暴走警視は二分されることになったのである。兄、常ねの長男であるが、諸子の常ねを養子として家督及び、相馬軍を譲った。平城、清の後を、長男、伊西常ねが継いだが、弟である次男。 因東常茂に打倒され、地位を奪われた。印東、常茂は、藤原近鎌を介して、兵士に近づき、他方、八丁の助八郎広常は源氏に近づき、一族は二分されるようになった。1180年に、源頼朝が挙兵すると、広常は、和ずし全一族を掌握して、頼朝の下に駆けつけ、一方、 大番役として、京都にいた、印東、城茂は、平家の頼朝追悼軍に、先陣を領しとして加わったが、藤川の戦いで、広常により撃たれた。その後、数佐広常は、佐竹氏追悼など数々の武功を立てたが、その振る舞いに傲慢なところが多く、頼朝に、無本の疑いをかけられ、着死、能常と共に1183年に頼朝の意を、 受けた、梶原景時によって斬殺された。所領は没収され、広常の弟たちも、千葉常種にお預けの身になった。後に、広常が収めた文章から広常の無実が明らかとなり、弟たちは放免された。広常死亡後、か佐健介の地位は、常種の孫、坂井常衆が継いだが、上州の息子、千葉衆院の第二。 義兄の三浦安村に属して1247年の法事合戦にてやから滅ぼした。上ズ氏の館跡の正確な位置は今もって不明だが、近年、千葉県泉郡大原町や温宿町一帯で中世上官市の調査が行われ、特に上ズサ広常の館跡についての検討が進められた。調査に基づいた検討成果は以下の論文を参照。平恒春。 時長み、かずさつねずみ。長男十つね長男つねや、木内つねはんうるのもりつね。犬しつねけいんひがしつね、しげるそうさつねなりさぜえんあおうしおもんみつね、はぶつねますます、あもうしゅうつね、かずさひろつねそうまつねせいぶすよやつね、ときたためつねかねだよりつぐ。のうつね、ありがとうございます。